久保さん生きるって意味があるんですかねどうせ死ぬのに。<laughs> 生まれた瞬間死ぬの、死ぬことが決定してるのに、生まれる意味ってあるんですかね <laughs> 究極の思想哲学ですね。どうですかね死ぬことが確定してるんですよ。死ぬことが確定してるのに、生きてるんですよ、僕たちは。意味はあるんですか <laughs> じゃあ、今の製品、作ってる意味はあるんですか 30年後、売れなくなりますよ。どうですか ?30 年間売れ続けてる商品。まあな、0.00何パーでしょうね。ガリガリ君とか、うまい棒とか。まあ、その、そのレベルになってくると思うんですけど。<laughs> 今作られてる商品は、将来売れなくなる商品なんですよ。どうですかね新商品ですと。頑張って作った企業さんの商品は、5年後、バーゲンセールですよ。意味があるんですかね まあ結論ね、意味なんて何もないですからね。うん。だから、自分がやったことに対してどういうふうな、うん、意味をつけるのかっていうのが全てです。うん。なんで、なんだろうな、山登りした、そこに対して自分でどういう意味付けするのか。エベレストに登る意味ってあるんですか命がけで。でも、エベレストに、を登り切った人にしか、 わからない意味っていうのがあるんでしょうねいってらっしゃい